はい、ということで今日はね、まあ、自分の弱点の足トレなんですけど、まあ普通のジムでやっても弱点克服にはならないかなと思ってやってまいりました。パワーハウス無限ジム。ということで、まあ、今日はね、久留米、福岡の久留米にあるパワーハウス無限にやってまいりました。で今日は自分の弱点である足をバチバチ追い込んで、まあ多分いろんな器具があると思うんで、まあちょっと楽しい感じでね動画を撮っていけたらだと思います。じゃあ早速ジムの方に入っていきましょう。レッツゴー。よし、じゃあ今から足トレということでプレーワークは C4 ですね。でこれおすすめな、こういうケースあって、まあ、あれ持ち運ぶのめんどくさいじゃないですか。なんでもこれを使って飲みます。ちょっと水、まあ、あの足トレの時って結構飲むじゃないですか、水。なんで自分もこれにイントラジムで作ってきたやつをこのままこれそのままキャップ開けて、だからプロテインとか使う人は先にプロテイン作ってた方がいいと思います。で自分の場合も結構飲むイントラ飲むんで、もうこれをドンと、って感じで入れたら汚れないし、まあ、スムーズに入るので自分は結構これ愛用します。旅行とか行く時もね結構持ち運びよくて使い勝手いいと思います。アマゾンで4つで2000円ぐらいだったかな。まあリンク貼っておきます。よいしょ。軽く今アップ終わって、今から、これからすっけ、こっち、からスクワットを、ちょっとマシンでスクワット入れて、バックスクワット入れて、レッグプレス入れて、最後向こうで、エクステンションでやっていきます。まあ、なんか説明って言っても自分足が弱いんで、まあ、結構ちょっと流しの動画になると思うんですけど、こういった面白いマシンがいっぱいあるんで、まあ皆さんちょっと見て楽しんでください。行きましょう。2種目目、もう見てください僕らこのチキンレッグを。っていうことで、効かねと。ということで、2種目目ハックスクワットで開き気味でちょっと外側、まあ本当の普通のスクワット、腰を曲げずに反りすぎないように垂直な状態で。で、まあ、これ、2種目目でこれも重さが30、60。最初の負荷はちょっと分かんないですけど、まあ、それで、結構高重量で低レップなんですけど丁寧に追い込んで 3セット2種目目やっていきます。きつい、行こう。Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I
the stuff the world has got in store. こんにちは、レッグプレス、プレートは3枚で、ちょっといいっすか、元気なくないっすか。よっしゃ、レッグプレス3枚で戦わ、120、もうちょいかね、50くらいでバンボー追い込んでいきます。行きましょう。Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough,I see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.何種目目？何種目目？4と5で、そうやってエクステンションとファール、あっちにあるやつスーパーセットで4と5やります。まあ重さはね軽めでやって、20レップを目指して最大の収縮をハムと死闘に入れていきます。じゃあ最後の種目だね。足トレってもう全然余裕なんで、まあ週3ぐらいでやっていこうかな。余裕、マジでマジで余裕で、4と5、5種目パセット挟むのが、ハムのこっちエクステンション、なんていうか、カールで、これも20レップで、これあっちとこっちはもうインターバルなしでやっていくんで、スーパーセットでやっていきます。キックオフする気に、ハイハンする、まあまあ、ね、ハイハンするね。もう前も後ろもいじめちゃおう、飛行機ね、やっぱ足トレは、まあ、全てのトレーニングも楽しまないといけないっていうのはもちろんなんですけど、足トレは特に楽しまないと多分もう目よ、まぶたやばいわ、行こう。They say she looks young, but say she acts old. From everything
thing I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. お疲れ様でした。アシトレですね。終わりました。まあ自分の本当に弱点をね見せて、本当にまあ逆にこの自分の本当チキンレッグを見ていただけたと思うので、まあ今後ね足をどんどん大きくしていくと、まあ、成長の過程がわかるんじゃないかと。自分も結構アシトレしてるんですよ。これでもなんかまあ言い訳に聞こえるかもしれないけど、っていう感じで無限ジムさん本当に良かったですね。なんかやっぱ足のマシンも足のマシンでしっかり固まってたし、やりやすいですね。まあ、インターバルもうまい具合に回せて、本当にむちゃくちゃもう深い足トレをすることができました。まあ、こんな感じで本当に福岡はとても本当こんなもう中の感じ見た感じもうコアな感じのねジムがあるので、まあぜひ福岡に来た際はちょっと久留米っていうちょっと遠いところにあるんですけど、よかったら皆さん来てください。自分もまた夏とかね、絞れてる時に。来たいと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。